いやだねじゃないんだよ。ボコボコにしてやるぞ。してしないよ。でもしてっていう人がさ、どこまでやったらもうやめてって言うんだろうね。うん、それはちょっと興味深いかも。してって言ったじゃんって言って怖い。え、なんで？どこまでまつりちゃんはするんだろう。死なない程度ならどこまででも。なんかどうしようもなくなっちゃうことはしないかも。腕切り落とすとかそういうのはしない。でもさ、生えてくるものってあるじゃん。爪とか髪の毛とか、あとくっつくもの、骨とか。髪は生えないよ。もともと生えてない、ね、それは。あとは精神攻撃だね。一番効くの精神攻撃だよな。体の痛みもだけど。まつりがどれだけ君のこと嫌いか教えてあげるねとか言って